沖縄県を訪問している中谷防衛大臣は、駐留アメリカ軍トップのウィスラー調整官と会談し、うるま市沖でのヘリ墜落事故について、再発防止を重ねて申し入れました。中谷防衛大臣はキャンプ付け欄で ウィスラー調整官と会談しヘリ墜落事故について安全対策や事故防止に最大限留意してほしいと求めましたこれに対してウィスラー調整官は安全運用に努めると応じましたさらに中谷大臣は16日に小長沖縄県知事らと今回の事故や辺野古移設問題などをめぐり会談する予定です